どうも皆さんこんにちは、セーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回はアメリカの飲み物サマーエイドを紹介したいと思います。でこちら何回か飲んでいます。それはこちらです。サマーエイズスパークリングオリジナルレモネードの紹介です。スパークリングオリジナルレモネード、炭酸のレモネードですね。ローカロリーソーダ、この前に紹介したサマーエイドのキーライムレモネードあったじゃないですか。こちらはライムとレモンが入っているレモネードですけど、こちらはレモンだけですね。こちらの値段は1ドルぐらいです。日本円で120円ぐらいです。で後ろの方には Contains 3% juice って書いてあります。果汁が 3% あるんですね。 Free from artificial flavors and artificial colors、 人工的な味と人工的な色が入っていないって書いてありますね。全部ナチュラルです。爆発した。色はこういう感じです。色は前に紹介したキーライムレモネードとはあまり変わらないですね。レモンの香りがいい。で CC レモンの香りに似ています。それではいただきます。これもさっぱりすっきりうまいです。シュワシュワ感は少しだけ入っていますけど、いいですね。匂いは CC レモンの匂いに近いし、味も CC レモンに近いですね。 CC レモンを少し薄めたっていう感じですね。飲みやすいし喉をスーッと通りますね。果汁 3% ですけど美味しい。 100% だったらもっとうまいんですけど、 3% でも大丈夫ですね。であとこの酸っぱい味もねたまりません。レモネードはほとんど甘くて少しだけ酸っぱいっていうのがあるんですけど、こちらのレモネードは 80% 甘くて 20% 酸っぱいっていう感じですね。酸っぱさをもうちょっと上げたっていう感じがしますね。個人的にキーライムレモネードの方が好きですけど、こっちの方もいいですね。夏にはちょうどいい。点数は100点満点です。さっぱりすっきりうまい。シュワシュワ感もバッチリ、酸っぱさもバッチリ、全てが良かったです。味と匂いがCCレモンに似ていますけど、そこはね大丈夫です。こういう飲み物好きだからあんまり文句はありませんね。さっき豚骨ラーメンを食べたので暑いんですけど、こちらを飲んだら急に涼しくなりました。こちらもぜひおすすめします。レモネードと炭酸の組み合わせはすごいですね。超いいコンビネーションでした。 Summary Sparkling Original Lemonade の紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。こちらは1缶10ドルぐらいですね。日本円で10ドル、10ドルじゃおかしいだろう。